ベンドラメ選手から見て、ツヤ選手、彼はもう今、関野くんの荷物持ちかってぐらいでしょ。めちゃくちゃ仲良し。そういちも一緒にいるよね、関野くんね。確かに、井上。あ、井上選手も。もうそこ関野軍団ってくくってもいいぐらい。関野自体は多分、そういちをザコ1号って呼んでて。やばいな。ツヤのことをザコ2号って呼んでたんですよ。この間関野家にお呼ばれすることがあって、はい、そのザコみたいなグループがなんかあったんですけど、はい、なぜか僕が入ってたんですよね、そこに。あれ、え、これということはザコ3号ってことですか、小島選手。3号になってるんですよね、この中では。あ、なるほど。1号2号でボックス3号です。